バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパルどもパルパルです。今回は久々のツーリング動画になります。北海道ツーリングの続編となります。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いします。スタート。この辺はすごい綺麗だな。あー、この辺はほんと綺麗。なんかね、ナイタイテラス新しいのかね、あの Google マップじゃないと出てこないね。ナビタイムのツーリングサポーターでは出てこなかったから。おー、牛さんがいっぱいいるあー気持ちいい。でこの辺まあ車も少ないし、なんか峠っぽいしなので、そういうのが好きな方にはすごくいいと思います。牛さん、ここが牧場なんだって。すっごい広い。牛がね、ブワー、虫がね、ベンチレーションから入ってくるんですよ。あー気持ちよかった。いいところだな。このなんか大平原とかさ、大きい湖を望むようなところ。てかあそこでさ、めっちゃ山小屋があるんだけど、あそこだけ、あそこに住んでるのかな、一人で。すごいな、その大平原をね望んだり、湖を望める、ちょっと高原みたいのがあるっていうのもすごいいいよね。すごいな、牛さんはあんな広いところでヒャーってファーってこうなって暮らしてるのか。牛の社会にも牛間関係とかあるのかな。まああるよな、動物だから。でもさ、広ければあんま関係ないよね。そのさ、狭いから、やっぱさ、学校とかもさ狭いから、いろいろ問題が起こるわけでさ、なんか学校卒業して社会に出れば、ね、社会は広いというのが分かるから。わー、さっきは逆側通ってたから見えなかったけど、すごー、牧草ロールがいっぱいある牧草ロールだらけだ。わー、前からでっかいの来たー、すげー。顔がすごいんだよね。北海道来たのに牧草ロールの写真撮ってないんだよ。おー、気持ちいいですね。このさ、牧草ロールがさ、黒いビニールに巻かれてるやつはさ、なんかこれやっぱ発酵させたりするためなのかな。そういうことなのかな。なんかチーズみたいだよね。でっかい、でっかい黒チーズうまいのかそれは。おー、牛臭、牛のうんちっち。さっきはあんましなかったんだけど、この辺はどこ見てもね、ほんとすごいよ。車がね、ほんと車とか人とかがやっぱほんとほとんどいないからいいと思います。あんまり多分四五郎って怖いんだろうね、ここまで内側だし。だからこそのこれですよ、景色。わあ広いなー。私ね、そういえばね、四五郎にね、ふるさと納税したことあるんだよねなんかお肉かなんかをね、しごろ牛とかいうのを返礼品にしてて、それでね、やったことあるの。だからなんか来てみたいなと思ってたんですよ、そういうちょっとまあ縁っていうか。だって全然その時しごろのことなんて全然知らなくて、全く知らなくて、だから今回来れて嬉しいなみたいな。私の食べた牛ちゃんはこんな素敵なところで生まれ育ったのかということを思いながら。なんかシダっぽい植物が結構あるんだよね。
この辺もいい並木ですよ。並木です。左だった、すいません、無理。え、ここタッタタタタタタタッ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 。わー、わ、牛さんが牛舎におります。おー、あ、なんかいい匂いしてきた。なんかうなぎのタレみたいな。そろそろ晩ご飯の時間だぜ。ゴミ捨てないで。川にゴミ捨てる人とかってさ、結構いるけどよくわかんないよねなんで川にゴミ捨てるんだろう。ほんとね、よくわかんない。うちのね、前もね、川あるとこ、地があるんだけど、川あるとこがあるんだけど、なんかゴミめっちゃさ捨ててあるんだけどさ、なぜ川にゴミを捨ているのか私にはわかりません。ここは上士幌だって。結構普通に街って感じ。お、バイクの人いるね。あ、曲がっちゃった。珍しい。いやー、なんか今日もなんだかんだ言って結構疲れたなと思いながら走ってたけど、すごいこう、やっぱああいう景色のいいところを見ると癒されて疲れが取れる。本当に素晴らしい。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お待ちしてます。